話をしてください。式もしてらっしゃる方もいらっしゃる。とても嬉しいです。ありがとうございます。はい、では次は、十五夜お月さん。ちょっと前にね、テレビでもやってました、スーパームーンとかってね、何十年ぶりかでものすごく大きくお月様が見える時がありましたよね。それではちょっとね、お天気が悪くてね、あの、はい、こんにちは。見れなかったんですよね。はい、では、十五夜お月さんを聞いてください。Oh
ちゃんと歌やね、はい、懐かしい昭和は最後になりますかね、はい、では、旅愁を聴いてください。2番まで歌います。はい。
かってどう言ってんだではね、次は先ほどいろいろ童謡とかね、あの唱歌なんか歌いましたが、今度はちょっとね、大人の歌なんか夏メロですかね、思い出になっていきますね。はい、1曲目は水前寺清子さんって、まあ、今もいらっしゃいますけどね、あの方が歌っていたね、あの元気の365歩のマーチ、ね、あれを受け取っていきたいと思いますね。じゃあ1番と3番の歌詞ですね。ではお願いします。
次は、椿です。Sorry.
ではね、もう一つお忘れしたいなと思います、こちらにお邪魔してもう毎回のようにやってるんですけどもね、こんなこと覚えてらっしゃいます？こんなことしたのは。あ、そうですそうです、どうぞそれです。はい、またそれをやりたいと思いますはい、ではね、また思い出していただくためにもね、ちょっとやってみましょうかね。はい、まずパチンと叩いたら、右手で鼻をつまみましょう。いいですか。でまた叩いたら左手で鼻をつまみ、いいですか。次叩いたら右の耳をつまみ、はい、叩いたら左の耳、そう。で次は叩いたら、あ、鼻と耳のこうね、普通にそうです。はい、またもう一回叩いたら反対で叩きます。で次が難しかったんですよね。叩いたら今度交差をしてください。手を前に持ってきます。また叩いたら手を変えて交差をします。ここがちょっとややこしいですね。お上手になったってことです。難しかったらこれでも構いませんのでね。はい、じゃあゆっくりね、あのどんぶりコロコロに合わせてね、やってみたいと思います。あのね、どん、二つ叩くんですよね。どんぶりコロコロですよね。はい。二つ叩いてください。私たた、一回しか叩かなかったですね。ごめんなさいね。二回叩いて、こうやって叩いてください。はい、頭はこちらに任せてくださいじゃあゆっくり一回やってみますね。皆さんもぜひやってみてください。はい、お願いします。Thank you.
も終わりになってきました。では今から歌いますのがふるさとの歌メドレーです、ね、あのいろんな外国の、ね、あの歌なんかも入ってきますのでメドレーですから、ね、いろんな歌が聴けます。ぜひね聴いてくださいね、はい、ではお願いします。ありがとう。
風邪などひかないように気をつけてね、お元気でお過ごしください。ありがとうございました。あんこ、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 あれすごく良かったし、素晴らしい。ありがとうございます。あの、言葉忘れただけ。